皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、見ようとしないから見えない、集客がうまくいく人が見ている世界とはということについてお伝えしてみようと思います。えー、皆さんの大きなテーマでですね、まあ、自営業者 まあ教室の方もそうですし、あとはまあ個人事業主、中小企業の方、すべてお客様がいらっしゃるということが、事、まあ、業継続の一つの大きな要因になるわけですよね。で、この段において、まあ集客っていうのは非常にこう重要な営業活動の一つになるわけですよ。で、この時にですね、まあここ数人、あの、うん、いろいろセッションをしていて、私が 気づいたことっていうか思ったことがあって、集客がうまくいく人が見ている世界と、集客がうまくいかない人が見てしまっている世界っていう、この二つがあるなというふうに感じまして、はい、今日はそれをお伝えしようと思って、こちらでお話をしてみたいというふうに思っております。はい。ではですね、まあ、早速お伝えしていきます。えー、とまずテーマですね。 見ようとしないから見えないっていう、まあ、この話なんですけれども、えーこね、よく引き寄せの法則っていうことあるじゃないですかあの何かねそういうふうに願ったりとか文字に書いているからその事象が起きたみたいなね形のお話ってあるんですけれどもであれっていうのはあの量子力学の世界とあの等しいというふうに言われていて。 別に難しい物理の話をするつもりはありあません要は人はその認知をするから初めてそこに物があるということになるっていうことなんですよねつまり人の頭の中何しは目でそれを認知しようというふうに感じたら物体がそこにあると認知することになるんですよ。よくあのクイズ的に私、まあ、この話をする時に。 えー、黄色い車が何台あるのかっていう話とかをよくすることありますあの大きいに、ね、は幹線道路みたいな、まあ、そういう道路とかでですね黄色い車っていうのが何台5分間の間に通るのかみたいなねそういう話をやってもらうときがあるんですよで、まあ、あの普段から黄色い車っていうのはあんまり気をつけて見ないちょっと突拍子もない色ですからね。 黄色い車って注意してみないと皆さん最初に見に行かないで答える答えって大体1台とか0とか多い人で5台かなっていう感じなんですよですけどね5分ぐらい見てると10台は大体通りますはい通るとき20何台とか30台弱通るときあるんですよじゃあこれっていうのは その黄色い車がその日だけ異常にその皆さんが立ってるところにものすごく通ったんですかっていう話なんですよ。平均的にそんなことはないですよね多少もしかしたら10代とかいう感じとかの振れ幅とかねあるかもしれないですけれどもじゃあなんでそんなに誤差があるのかっていうと注意して見つけようと思って見つけるから見えるんですよ。 ここポイントですよ。黄色い車が通る、そして数を数えるというふうに決めるから黄色い車がちゃんと目に入っているんですよ。で何も決めてないで、ただ漫然と歩いている場合には当然、黄色い車なんて着目する必要もありませんし。 認知してるともう脳が疲れまくりますからね。じゃあ赤がとか、青がとか、通った通んないとか、黒だ白だとかやってて、じゃあ一日のうちにこの道路で何台通りましたかとか、そんなことしないじゃないですか。だから無意識化で情報を処理しているものっていうのは、ないことになってるんですよね。あの,の、脳の認知度合いとしてですよ。車はあるんです。だけれども、ないことになってます。 これ結構ポイントなんで理解をしておいてくださいね。なので、あの、引き寄せの法則っていうのはどういうことかっていうと、まず自分が叶えたい望みっていうのをフラグを立てることになります。例えば、じゃあ簡単に行きましょう。旅行とかね、私、フランスに行きたいっていうふうに思ったとするじゃないですか。でそうすると、フランスに関連するものとかがものすごくちゃんと目に入ってきます。 旅行会社に行ったりとかしても、同じこうパンフレットラックでも、フランス、ヨーロッパとかね、イタリア、パリとか、いろいろものがあっても、そのフランスに関わる、まあ、パリっていうのが多いですけどね、パンフレットだけがバーンと目に入ってきます。それは自分が行きたいというアンテナが立っていて、情報収集をしようとするアンテナが立つからです。はい。つまり、最初に、 認知をするためのフラグですね旗を立てないアンテナを立てないと見えないということになりますなので見ようとしないから見えないというのはあのそこにあったとしても見ようとしていなければ見えないことになってしまいます意識が向いてないっていう言葉が正しいでしょうかねどちらかっていうと。 まず、この前提のメカニズムを理解してくださいそして、じゃあ私がこれからお話しするその上乗せのお話ですね集客がうまくいかない人とうまくいく人の見えてる世界の違いなんですけれどもこれはもうズバリ言ってそれを意識してるか意識してないかなん,なんですよ。見てるか見てているかかな フラグを立ててるか立ててないかっていうことなんですよ。で、そのフラグを立てた時にも2つの目線があって、他者目線の方と自分目線の方と両方あります。はい。これを上手に回すことによって集客ってうまくいくようにできています。じゃあ、最初に、えー、っと、どういう状態でうまくいくのかっていうことを先にお話をしますね。 でまず、えー、っと他社目線ですね、えー、お客様っていうことなんですけど私、最近本当にセッションしていてよく感じるのがですね、集客できてないから私のお悩み相談しますよねでお客様が一体どんなタイプの人なのかということを、まあ、私、質問していきますなぜならば打開策を見つけなくてはいけないからですコンサルタントとして。 今までどういう活動をしてきてで今度どういう活動にしなくてはいけないかっていうとお客様の状態がどういう状態かっていうのを私確認する必要があるのであの悩みは伺います悩みは事象なだけです集客ができていない人が集まらない半年前からどん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 毎月毎月人が減っていくという目に見えてご自身が自覚できる事情これは私に伝えるの簡単です 事情ですから。で、その実証が起こっている原因まで遡らないといけないときに、まずお客様はそもそも誰を集めようとしていたのかということを確認をしたいんですよ。そうすると、集客できてない人はほとんど私が、えー、質問する質問に答えることができません。 えー、それはお客様がどういうタイプの人で、どういうことを考えて、なぜそこを選んでとかね。まあ、いろいろとこう質問します。その情報として知りたいこと。多分、こうかもしれないですけどっていう答えは、まだいい方です。よくわかりません。考えたこともありません。という人も、まあ、多いんですよ。結構。よくわかりません。 考えたこともありません。結論を言うとだから集客できてません。あのお客様の種類とかお客様がどういう思考で動いているのかっていうことを見ようとしないから見えてなくって見ようとしていないからそれに合った正しい、えー、提案ができてないから魅力的だって思ってもらえないから人が来ない。 ということになってしまうんですよ。なので、まず集客したかったらですね、あの、ご自身が呼びたい方っていうのは、どういう方なのかっていうのを、改めてしっかり考えないといけないんです。で、しっかりと考えなくてはいけないっていうのは、人間像と思考とライフスタイルです。人間像はね、割とまだ皆さん考えやすいのかな。例えば、えー、と50代女性でとか、 あの、定年前で10、10定年前十年とかで会社員でとか、えー、そこの、年金だけだと辛くてとか、まあいろいろね、そういう事情とかあったりするっていうね、そういう事象とか事情とかわかるじゃないですか。で、着目したいのは感情の部分なんですよ。その人はなんで、どうしてその環境があったから、 教室に通いたいと思っているのかっていうここの部分が結構大事でいやそんなの考えたこともありません聞いたことがないから分かりませんだとダメなんですよ想像するっていう想像する訓練をしないといけなくてだから見ようとしないから見えないだから見ようとしてないですよでうまく例えば予約が入った時にその人と雑談をする中で あのそういえばとか言ってえなんで教室変えてくださろうと思ったんですかとか聞く機会って、まあ、お客様になった方には聞けるじゃないですかでそういう時に聞くとあそういう人が困っていて私の講座に来てくれるんだっていう理解ができるようになるじゃないですかそうすると似たような人を呼べば響く可能性があるのでその人たちにピンポイントで刺さる言葉を見つけていくっていうことになります。だかからら初期のの頃ってその声がないから いろんなこと、可能性を考えて当たりが良さそうな言葉で集客していかないといけなくて、これ試行錯誤なんです、最初は。集まり始めたら、その人たちのデータを取ればいいですよ。なので、見ようとしないと見えない。データを収集しようとしなければ見えないことになります。だから、あの世の中、情報がすごいいっぱいあるんですよ。すごいいっぱいあって流れてるんです。 だからこそ、どの情報が自分にとって必要かっていうのを、ちゃんと見ようって決めて、見ないと、情報すらつかみ、そこ、寝ます。はい。あの、これからの時代、情報戦になってきていて、今までは、ない情報を得る人がうまくいく人だったんですよ。しかし、今後以降はですね、情報を得るのはとても簡単。そして、情報の洪水なんですよ。日々。 さらされていて。じゃあ今度どういう能力が必要になるかって言ったら、必要な情報をちゃんと取り出して、自分にとって有益な情報ですよ。それを加工して、例えば自分の講、えー、座を作るとか、それを加工してデータからよりいい、えー、集客方法とか、制約、うんまあ、とかいろんな状態ですね、経営に活かしていくっていう情報処理ができることが必要になってきます。 教室の先生レベルで,でもです今までいなくてよかったんですよ。勘だけであのできていた。多分ほぼできないです。これからは。なぜならば、そういうのをちゃんと研究して、教室業に入ってくる若者が増えるからです。はいで。その人たちと一緒にやっていくことになるので、キャラクターを生かして集客をするとか、その領域はまだアナログでできるところなんですけど、まず、あの基本姿勢として、 自分がちゃんとお客様のことを見つめて、で、見る。見るっていうのは分析するというか、気持ちを分かるというか、特に感情の部分をしっかり見てあげるという必要があります。はい。これがまず他者目線のところですね。で、もう一つは自分の方です。自己目線というか、自分目線というか。これも結構私が意外だったんですけれども、皆さん自分がどうしていいか、 分かってないい人が結構多いんですよお客様のことも見えない自分のこともどうしていいのか分からないという状態だとまず集客うまくいくはずがないんですよ。いくはずがないんです。自分もどうしていいか分からないのにね、どうやってやっていっていいかっていうでどうしていいか分からないっていうノウハウは伝えることできます。あのどうしていいかやりたい方向性が分かればです。 はい、なのでよく、あのー、集客がうまくいってない時に、まあ、その他者目線をしっかり見てないっていうのも一つなんですけれどもどうしていいか分かりませんって言われる時に、あのー、ノウハウハまますって言いましたよねでもどうしたいのかは自分がまず決めてもらわないとアドバイスしようがないんですよ。例えば えっと、金額が分かりやすいので金額言いますけれども、月に5万稼ぎたい人と、月に100万稼ぎたい人だと、どうやっていいか分かりませんって言われても、アドバイスが全然変わります。で、あと、時間がある人とない人ですね。例えば、介護とか、家族の、まあ、お子さんが小さいから、あんまり教室業に時間かけられない、月に、 あ10日しか稼働できませんっていう人と、いや、もうガリガリにバリバリに時間はあるので、稼げる天井のところまでやりたいですっていう時間っていう軸をしたとしても、その主体的に自分がどう考えて、どういうふうに人生を過ごしたくって、その中の教室業がどの領域でやりたいのかを普段から考えててほしいんですよ。その上で自分に合ったやり方で、 えー、集客をしていくっていう方法を選ばなくてはいけないんですね。だから両方見てない人って当たり前なんですけれども、全然集客うまく回りません。お客さんのことも見てない。自分のこともよくわからないっていう。で、お客様のコメントをもらうっていうのは少し難易度が高いです。お客さんがいない場合には。だけれども、最低でも自分がどうしたいのかは自分で決めることができます。 で、その時点では、できるかできないかではなく、やりたいっていう意思でいいんですよ。まずは。まずはいいです。で、突拍子もないことでもいいです。意思だから。で、それが、じゃあ現実的に今の実力だとどうなのか、例えばじゃあそれ5年計画だったらうまくいくのか、3年ならうまくいくのか、いやもしかして1ヶ月でうまくいっちゃうのかっていうのは、その方の強い意思と、あとはやりきる行動力と、 で、できちゃう可能性もあります。100%できないということは、誰にも断言することはできません。なぜならば、それをやるのはご本人だからです。はい。あのー、断言できないんですよ。確率か限りなく低い。辛いよねっていうのは言えますけど、断言できないです。絶対無理って言って。は断言できないです。だから、まずは意志を持つっていうことが結構大事で、それも自分の心を 自分で見ようとしないから見えないんですよ。だから最低でも、あの、大人になってですね、事業を起こしたいというふうに思ったんだったら、自分がどうしたいのかっていう集客ができていない状態だったとしても、打開策を人にアドバイスを求める上で、自分がどうしたいのか、だから家族がとか何がとかは条件として、あ理解する必要はあるんですけど、意思なんですよ。自分がどうしたいのかっていう。 だから見ようとしないから見えないっていうのは他人だろうが自分だろうがあの一緒なんですで。なんでこの話してるかというとついこの間こんな話もありましたあの100年続く家業を引き継いでいてっていう話で,でうんつ,らつらそうな雰囲気でしたで私はビジネスモデルがあのすごい難しいモデルでやってるるということで伝えましたつまり勝てない勝負は勝てないんですよ時代が変わって。 やり方変えなくてはいけない。抜本的な改革が必要かもしれない。まあそもそもその家業好きなんですかっていう世界なんですけどね。で、私が伝えたのは、その自分の概念を壊すっていう意味でね、家業が好きだったら工夫して抜本的な改革をして生き残るっていうことを選んでもいいと思うって言いました。100年続こうが何しようがですよ。だけれども好きじゃなかったら、 やっぱやる気が起こらないはずだから社長誰かやってくれる人に会社渡しちゃって自分が自分で生きていきたい好きな職業についてやったほうがいいっていうアドバイスも実はしたんですよ私がもしその立場だったらそうするからです <laughs> 家,業家業を継ぐ人を否定してるんじゃないですよ好きだったらやったらいい嫌々いやいや家業を継ぐのは もちろん自己犠牲精神とかあってもいいですよ。100年続いてるから潰しちゃいけないとかっていうのも世の中的には大事だと思うんですよ。だけれども好きじゃなかったらあなたの人生どうなんですかっていう感じなんですよ。生まれて一生に一回です。自分の人生生きられるの。それをその家業っていう 枠の中でいやいや生きるって自分の人生生きてることになりますかっていうことなんで私だったら家業は継ぎませんって嫌だったらねだって自分の人生は自分で生きたいですもん、うん、好きな職業をつきます誰かに会社譲ってっていうことをしますと答えたら目から鱗ですと言われました要はその選択肢がないっていうことなんですね。 でも選択肢は1個増える。だから本当に自分が好きなのか好きじゃないのかっていうのを改めて多分考えるきっかけになったはずです。そんなことをコメントでいただきましたから。なので自分が今見えてる世界の中で最重要視されるのは自分がどうしたいのかっていう点です。これ集客できてない人必ず私聞いちゃうことになってしまうのでそのあたりがね、あの分かっててほしいなと思うことでしたので今日お伝えしました。 では、えー、とままととめていいいきたいと思います、えー、見ようとしないから見えない宗教がうまくいく人が見ている世界とはまず他者目線、お客様の気持ち、感情の部分ですね、なぜそれをしたいのかっていう裏側の気持ちを理解しようとするということが見ようとすることになります。そして自自分分です自分の方も あなたは一体何をしたいのか、自分は一体何をしたいのか、これが即答できる状態を作り、その軸を最優先に考えるということが自分の人生を生きるということになるんじゃないのかなというふうに思っていて、今日はお話をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。それでは。